車とかも別にヴィンテージのこうなんか使い込んだ古臭いのとか別に乗りたくない。あっとっとっとうわーって言いながらこうステレオこう並んでるとめっちゃ使いやすいな。通常のスタジオだと至って当たり前のことなんですが、私は利便性よりも音優先でやってきてる特殊な人間でしたので、だからといってこれ妥協してるんじゃなくて、このやり方でちょっとある方法を思いついちゃったんで、それを活用すればこの利便性と自分がその懸念ざるに思ってたね振動対策とかノイズ対策とかそこら辺のデメリット部分が改善というか解決できるなっていうね、ちょっとアイデアがあるんでね、このノーマルの状態でねいろいろチェックした後に対策していきたいなと考えて俺所存でございます。これ一番新しい製品かな。うん。あ、ちょっと待てよ。これ、見えづらいわ、これ。ダメだ、この一番上は。っていうことは、この間に持ってこないとダメだな。こいつだな。あー、でもな。あー、でも、全然いいか。これいこう。だ、うん。キョンセームっていうね。はい、これね、拭くだけで綺麗になりますから。楽器とかもこれで全部綺麗にしておりますよ。結構ね、貸しスタジオとかだとね、もう本当にもう人のものと思ってみんなね、エンジニアさんもバンバン使っちゃうんでね、ミュージシャンとかも。そうするともう劣化が激しいんだよ。もう絶対嫌だ。もちろん売り上げにもなるし、お金にもなるんだけど、ちょっともう僕は自分の、まあこれ楽器ですから、触らせたくもないんですよ。だからね、アシスタントとかも私はレコーディング時にもつけてない理由っていうのが、機材とか触ったりとかなんかそういうのも NG にしちゃうんで、そうすると育てられないじゃないですか。いいですよ、僕は一子相伝で自己追求だけで生きてますけど、申し訳ございません。そこら辺孤独はいいよな。でもね、やっぱそうしないとね、どうしても本当の究極を目指すにはね、ちょっと無理ですね。いろんな人がこう使っていろんな状況が変わってったりとか、それを含めてやっていくとね、本当にねアバウトになっていくのね。なんで前回とここの質感が違うんだろうとかの検証が本当にしづらいんですよ。それだと全く意味ないんで、まあ僕の目指してるねところだとそうなんですよ。だから自分の反省点とかも明確にするためには、ちょっとね誰にも使わせないで、環境から何からセッティングから何から何まで全部把握した上でやっていかないとどうにもなんないんでね。あとは誰かがなんかやったりとか任せたりとかして人のせいにするのとか嫌なんで、まあそういうところも含めてね、そうだね、経営にも向いてないっちゃ向いてないけども、まあ頑張りますよ。とにかくいいものを作るっていうことでね、そこだけは誰にも負けないぞっていう信念を持ってね、頑張っていきたいですけど、あ、これ、キョンセーム、粉出るな。いや、ちょっとお腹空いてきたんで、ちょっと、ディナータイムにしようかな。またステーキ焼くとか、そういうことはしません。お肉は食べますけど、ステーキはやりません。シェルフォードチャンネル。あー、ちょっと待ってよ。あー、そっか。シェルフォードやめよう。この方が、ちょっと色合い的には合わない。あー、そっか。あ、これでも見えねえな。見えっか。うわー、ちびすぎるからな。いや、推定身長40センチってね、なんか公表されてましたからね、私の身長があるところで。ギターとかってね、難しいんだよね。その、音、絶対な部分あるんだけど、やっぱり見た目、好きじゃないと、弾く気しないし、いくら音良くても、弾き心地悪いとか、なんか、見た目的にあんまりこう、っていうのだとね、厳しいから、モチベーションと、音の両立っていうかね。そうだよね。まあ、例えで言うと、彼氏でも彼女でもね、見た目どうしてもダメなんだけど、中身はめちゃくちゃいいけど、でもあ、その他ちょっと全部きついっていうのきついじゃないですか。そのバランス重要じゃないですか。だからまあ、どっちもね、いい方がいいけども。うん。まあそういうところあるよ。機材も。楽器もね。
結構ね、このシェルフォードチャンネルそこまで活用できてないんだよな。バスドラとかにね、贅沢に使ってんだけど、すごくこれ評判めちゃくちゃね、どのエンジニアさんからもいいんだけど、まだね、その魅力に対しての明確な分析はできてないです。もうちょっと使い込みが必要だな。ニーブの中でもね、もっと万能なやつあるし、若干癖強な感じはあるね。まあでもいいけどね。よし、こっちはね、メインで日常使うというよりは飛び道具的な感じで使うものを置こうかな。うん、まあ飛び道具って言っても使う頻度まあまああるんだけどね、別に使わないものを置くわけじゃないですよ。この方も間違いなくめちゃくちゃ使っていくんですが、アビーロードスタジオとかでね、かなり使われてるね、マイクプリアンプです。はい、これをね、去年かな、値上げする前に2台ゲットしたんだけど、今とんでもない値段してると思うよ。あー、今日何にしようかな、ご飯ちょっと焼肉にしたいな。焼肉にしようか。あ、ポークソテー食べに行こうかな。あ、でもな、昼だな、ちょっと揚げ物食べちゃったからな。なんかここのシステムデスクのここのちょっとこれしょぼいな。もうちょっといい質感だと思ってたな。汚れが蓄積するような感じの素材っすね。それがちょっと嫌だな。ここだって、ここの机の部分ってめちゃくちゃ一番触れるとこじゃん。まあ、このレザーのこの質感はね、まあいいですけど、なんだかな。まあいいか。こいつ、まあ、海外なんて全く気にしてないからね、そういうの、電磁波の影響とか。もう適当にもうバンバン組み込んで、まあね、性格的にね、ワイルドな方たちがやっぱり日本人以外は多いっすから。日本人ね、ちょっと細かすぎてね、繊細すぎるからね。僕もそうなんですけど、そうするとパワー感とか開放感みたいな、そこかけてくるから、ちょっとそこのダイナミズムでね、持ちながらやんないとね。潔癖、潔癖だけどちょっとダメなんで。昔の自分はそうだったからね。最近はこの格闘技系のこととかもやってんのも、そういうのも含めてダイナミックに、ダイナミズムにいるためにこう、まあ取り入れてる部分もあります。実は アバロンデザインのコンプレッサー AD2044、 これもめちゃくちゃ貴重です。すごいよな、ほんとこのコンプで、この作りだもんな、ステレオのコンプで。ああ、現代機器と比べるとコストのかけ方やっぱ格段に違うよな。これいつ買ったんだっけな、八王子にいた頃だったと思うんだよな。セカンドアルバムの制作してて、それで最終的なトータルコンプをこのアウトボード使ってどうしてもやりたいと思って買ったんだよね。で、実際そのマスタリングでのトータルコンプでは使わなかったんですけど、いや、ほんとこれ作りすごいな。なんか改めて。はい、一応ね、ここまでコンソール完成いたしました。あとは、配線作業をね、かなりガンガンやりますけど、はい、あとはね、レコーディングに使用するね、マイクケーブルなんですけど、すごいでしょ、これ。この太さですよ。アコースティックリバイブ製の特注のマイクケーブルでございます。まあ実際ね、そのマイク本体よりもケーブルの方がね、まあ高価というね、形になりますけどね。1メーターあたり10万円とかしちゃうと思うから、1本、そうだね、15メートルとかね。
ありますから。まあそういうのを使って録音してるわけですよ。卓録とかね、いろいろ普及してますけども、まあうちのスタジオとかは、まあこういうところもね、細部にわたってこだわっているという。まあ他のケーブルもね、全部こだわってますからね。D サブケーブル、これもすごい太さでしょ。まあこれもね、アコースティックリバイブ製で、多分これ市販で出したら200万以上するのかな。そんぐらいするんじゃないかな。まあそのぐらい価値のあるね、ものを使用してますけど。はい、数日かけてね、ようやく卓が完成しました。はい、こちらでございます。いやー、かっこいい。まあちょっとね、当初の機材のマウントの順番とはね、全然違うんですけど、ちょっと余計なコーヒーとかありますけどね。はい、今 BGM で流しておりますのは、もうすぐ発売のね、クラシックピアニストの清音マリエさんのベルベデーレというね、CD でございます。こちらを今 BGM に流しながら、ちょっとね、機材のセットアップしてきましたけど、なんとか終わったなぁ。今まではね、こちらのオーディオラックの方に機材をですね、設置してたんですけど、それをもう完全に、このマウントデスクに、全部機材、使うものはね、入れ込みました。アジャストいたしました。はい、無事に、このデスクのね、組み立てと、あとラック設置終わりました。まあちょっといろいろスタジオのね、紹介とかも、後々はしていきたいなと思うんですけども、これが入ったことによって、作業効率がね、アップしたっていう形のね、動画でございましたけども、昨日もちょっと軽く、録音したんですけどね。うん、すごい使い勝手いいし、まあ配線は、今まで僕がやってた方法の方が、まあ正直やりやすかったんだけど、なかなかこのね、下に潜って、全部変えたりとかするのとか、あとは防振対策とかもいろいろね、ちょっと今公開できませんけど、いろいろな対策しまして、すごく十分効果あったんで、うん、なんかがっちりこう設置してた方が逆にいいかなっていう部分のメリットとかもすごい感じれたので、まあこのまま使っていこうかなと思うんですけども、まあとにかく、やりやすくなりました。あっちこっち移動しなくてね、まあ良くなったんでね。今日の動画がね、まあちょっと長丁場になってしまいましたけども、楽しかったなーと思っていただけましたら、高評価、コメントぜひお願いします。で、あとはチャンネル登録ね、ぜひともお願いします。いろんなね、コンテンツをね、お届けしたいと思いますから、はい、頑張ってますんで、ぜひともよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。